まさか突然カープから呼び出されるとは。万が一のことも考えてユニフォームも着てきたし、契約の話だといいんだけどな。あー緊張してきた。あ、誰か来たぞ。お、周一、よく来てくれたな。ん？お前は、おいおい忘れちまったのか。同い年の伊予、伊予高光だよ。あー伊予、通りでなんか臭いなと思ったよ。いやそれは伊予だろ、俺あんな匂いしねえよ。すまんすまん。で、お前はこんなところで何やってるんだ。俺、今カープの一軍管理課長をやってるんだよ。え、すごいなおい。これ、もしかしてマジで契約の話じゃないか。今日は管理課長としてお前を呼び出させてもらった。単刀直入に言うぞ周一、 YouTube やらないか。はぁ、若手の育成、迫る記録、高年俸の獲得、さまざまな煽りを食らい戦力外を告げられた男がいた。しかし彼は最後の瞬間まで諦めない。それが男村田修一の美学なのである。さあ立ち上がれ、あなた第一歩を踏み出した。逆風の中走り抜けた君、今力に変えて。信じたその道を貫き通す。夢を叶えるため、振り返らずに進み続けた。新たな想いが胸を駆け巡る。迷いなど一つもありはしない。港に佇み星を見上げて誓う。というわけで周一、 YouTube やってくれよ。いやいや話が全くわからん。なんで俺が YouTube 始めないといけないんだよ。いや実はな、カープは近年ようやくネットコンテンツに力を入れ始めたんだ。だから新たな人材も探してて、それで周一、お前に白羽の矢が立ったんだよ。なんで俺なんだよ、カープに所属したこともないのに。いやでも村田はネットで人気があるって聞いたから。いやいじられてんだよ。いやまさかだよ、俺はてっきり選手契約の話かと。あ、それは全然ないです。いや露骨だなおい。いやでも待てよ、 YouTube をやりながら NPB への復帰を目指す、これは話題になるんじゃないか。はあ、話題になれば注目も集まる。それだけ各球団にアピールできるチャンスが増えるってことだよ。確かにそう言われてみればそんな気も。よし決まりだな、早速第1弾の動画撮影するぞ。マジで。皆さんこんにちは、男村田修一です。今回より現役続行の道を模索しながら広島東洋カープの YouTube チャンネルを担当されていただくことになりました。初めての経験なのでわからないことだらけですが、動画を通してカープの情報を皆さんにお伝えしていければと思います。というわけで初回はこの辺で、それじゃあ皆さんチャンネル登録外すな、やめるな。はい OK、 いいんじゃない。いや最後のあれいる？いや分かってないな。 YouTube ってのはある程度決め台詞みたいなんがあった方がいいんだよ。キラリンチョキラリンチョッチョチョスみたいな。何それ聞いたことねえんだけど。とにかくこれ一度アップロードして反応を見てみよう。いやー絶対盛り上がるぞ。シューイチー、だ大変だ。どうしたんだよ。お、もしかして動画話題になってる？いや逆だ、全然話題になってない。嘘だろ。再生回数は200回。200回、何そのイニングイーターみたいな数字、全然見られてないじゃん。そうなんだよ。あ、でもコメントは来てるぞ。カープの動画を見に来たのに村田が出てきてショックです。登録解除します。伊藤隼人の2番煎じじゃん。こんなことしてる余裕があるならそのお金で FA 参戦してください。
いや、アンチコメントばっかじゃねえか。ひどい言われようだよ。あ、でもこんなのもあるぞ。2021年にこの動画見てる人、いいね。いや、ただのいいね稼ぎじゃねえか。てか、なんでもう過去の動画扱いされてるんだよ。いやー、ちょっとこれはあまり幸先いいスタートとは言えないな。見てもらえないことにはアピールにもならないぞ。それはそうだな。どうしたもんか。というわけなんだよ、吉村。なんかいい案ないか。何かと思ったら、ついに YouTube の相談ですか。現役生活、お疲れ様でした。いや、勝手に引退させるな。まだまだ諦めてないからこそチャレンジしてんだよ。まあ、確かに見てもらわないと何も始まりませんからね。どうしたら見てもらえるんだろう。簡単ですよ。巨乳です。巨乳？いや、サムネにおっぱい出してピアノ弾いたり、ガンプラ作ったりすれば再生回数めっちゃ上がるんですよ。だから村田さんも放棄すればどうですか？やだよ！俺の父見たいやついねえだろ。まあ今のは冗談として、真面目な話すると、コラボとか手っ取り早いんじゃないですか？コラボ？自分に興味を持ってもらえないなら、視聴者が興味ある人物とコラボをして認知してもらうんです。ほら、村田さんベテランだから、カーブの選手とかに声かければ出演してくれるでしょう、多分。なるほど。そういう手があるのか。あとは同世代の選手を呼ぶとかね。ほら、この間引退された渡辺真帆さんとかどうですか。直人な。どっちも引退したからややこしいんだよ。まあそんな感じですね。金の盾目指して頑張ってくださいね。分かった、助かったよ。それはそうと、僕よく見てる野球チャンネルがあるんですけど、村田さん登録してみてくださいよ。おお、そうなんだ。なんてチャンネル。野球バラエティポケポケ動画っていうチャンネルです。どうも、男村田です。なんと今回は現役選手に来てもらいました。鈴木誠也です。よろしくお願いします。いやー、まさかあの鈴木誠也が来てくれるとは。いや、小さい頃から巨人ファンだったんで、村田さんに誘ってもらえて嬉しかったです。嬉しいこと言ってくれるね。でも今の俺はカープの村田だから、じゃあ興味ないっすね。っておい！周一！大変だ！どうしたんだよ。また視聴回数200回か？いや、違う。20万回再生だ。20万？めちゃくちゃ見てもらえてるじゃん。やっぱりコラボの効果はすごいな。この路線、続けていこう。こうして俺は、いろんな選手とコラボをして、視聴回数と登録者を増やしていくことにした。いやー、村田さんとまた一緒のチームに所属することになるとは、俺もびっくりだよ。巨人の時はいろいろ楽しかったよな。そうっすね。やっぱりあの六本木のキャバクラ。おいおい、変なこと言おうとするのやめろ。いやー、当てられたら痛いっすよ。普通にそりゃ痛いよな。なんか磁石でも入ってんじゃねえの。よく言われます。本当なんでこんなぶつけられるんすかね。確かに謎だよな。中地と一緒に打席立ったらどっちに吸い寄せられるんだろうな。今度検証するか。いや、どんな実験なんすか。勘弁してくださいよ。何発行かれたんだっけ。6発ですね。めちゃくちゃ痛かったですよ。6発はきついな。まあもう2年くらい経つわけだけど、正直どう思ってんの。ちゃんとピー音入れとくから。ほんと時代錯誤にも程がありますよね。小畠監督は僕のこと嫌いなんだろうなって。でも感謝はしてますよ。ただ最初の一発はまあわかりますけど、残り5発は小畠監督ストレス発散でしょう。言うねー。まあ小畠監督を見返すくらい頑張って。周一、順調だぞ。みんな動画見てくれてる。やったな。もしかして俺案外 YouTuber の素質あるんじゃないか。バッティングやバントの指導動画とかも好評で、村田まだ現役いけるんじゃないかってコメントも来てるんだよ。マジかよ。俺はマジで生きる気がしてきたぞ。そこで周一、実はでかい企画があるんだ。え、何何。実はうちのエース大瀬良と対決してもらいたいんだ。笹岡監督が見守る中で。マジかよ。え、それってもしかして。ああ、入団テストも兼ねてる。というかほぼ内定済みだ。やった、ついにこの時が。ただし台本がある。もちろんうちのバリバリのエース大瀬良もプライドがあるし、悪いイメージを植え付けるわけにはいかない。だから最終的には打ち取られてほしいんだよ。で、チャレンジは失敗だけど笹岡監督が周一を評価して契約に至るって流れってわけ。
るほど、そういうことなのか。分かった、やるよ俺。その返事を期待してたよ。それじゃあ撮影は今週末だ、頑張ろうな。さあ始まりました、 YouTuber 村田修一 VS 恋のエース大瀬良大地。果たしてこの勝負勝つのは一体どちらなんだ。村田さんよろしくお願いします。ああ本気で来い。そして解説には現監督の笹岡慎二監督に来ていただいています。どうですかこの対決。いやさすがに大瀬良が有利だと思いますけどね。村田のバッティングも楽しみですね。なるほど、それでは村田修一 VS 大瀬良大地1打席対決プレイボールです。まずまっすぐで反応を見てみるか。初球は見送り、村田手が出なかったか。さすがにいい球だ。でも次は見せるぜ。さあ第2球、大瀬良は何を投げる。これは大きい当たりだがファール。村田まだまだ飛距離は衰えていない。さすが村田修一といったところですよね。よし、これでパワーはアピールできたはず。対応はうまく打ち取られるだけ。3球で仕留める。高めの速球だ。うわー、軽めにスイングっと。うわ、行くな行くな、超えるな。打たれた。うわー、打っちまった。まあでもなんとかなるよな。村田、バッティング見せてもらった、一つだけ言わせてくれ。はい。あの時から全く成長しとらんな。クビ。悪夢のような現実がそこには待っていました。周一がクビになっちまったから、結局俺一人で YouTube やることになっちゃったよ。それはそうと、バックネット裏でフラッシュが相次いでるみたいだから原因特定しないとな。選手に迷惑かかるし。あっ、光った。誰だフラッシュ耐えてるやつは。ガツンと言ってやる。ちょっとお客さん。え、どうした。あ、お疲れ様でーす。茹で卵とかを腐らせたやつの香りだぜいを匂い癖。